谷口正史です。谷口正史の YouTube ラジオ TMT、現在僕は43歳でして、21歳の時に救急戦隊555でデビューしたので、まあおよそ22年間役者ということを仕事なりわいにして生きてきてるんですが、ありがたいことに舞台だけでももう100作品以上出させてもらってますので、おそらく200人ぐらいの人数、人物の人生を生きてきたんではないかな、考えて表現してきたんではないかなと思ってるんですが、まあそんな中で例えば SNS、まあ、Twitter、ブログ、YouTube、まあ、例えばお手紙なんかでありがたいことにね、声援だったり応援だったり質問だったり、もちろん時にはね、厳しい言葉をいただいたりする時もありますけれど、まあ基本的にはすごいありがたい言葉を皆さんからもらうんですが、中にはね面白い言葉をいただく時もあって、まあそんな話を今日はしたいなと思っております。例えば今仮面ライダーセイバーに僕は出演していますが、仮面ライダーセイバーから谷口正史という人間、役者に出会ったという方がいた時に、まあ僕のね経歴をね、例えばウィキペディアとかで調べたりするんですよ。まあそうすると、この人救急戦隊555の人だったんだ、子供の時見てたみたいなことってよくあると思いますし、僕もよく言われるんですよ、そういうこと。例えばアマゾンズの人だったんだとかね、例えば舞台の戦国バサラの明智の人だとか、どうしても触れたくないの戸川さんだったのとかね、まあ、逆に調べてみて気づくとか、そういう言葉をもらったりするんですね。そんな中でもうダントツ一番ですね、この作品に出てたの、あの役やってたのって言われる作品と役があるんですけど、どうでしょう、皆さんわかるでしょうか。そんなにいきなり言われてもわかんないですよね。もうねダントツの1位なんですけれど、その作品は日暮らしの泣く頃にという作品なんですよ。そして役名は富武二郎という役なんですけど、まあ実は僕、まあ実は僕という言い方がどうか分かりませんが、実写版の劇場版、劇場映画日暮らしの泣く頃に実写版に僕出演してるんです。でこれがですね結構な割合で多い、出てたんですかって言われることが、まあ簡単にね、日暮らしの泣く頃にもちろん有名な作品なのでわざわざっていうところはありますけど、まあ簡単に説明すると、まあ日暮らしの泣く頃にという作品はですね、まあゲームですね、まあホラーゲームと言えばいいのかな、まあサウンドノベルゲームから始まって、もうメディアミックスの数で言ったら相当じゃないかな、まあゲームから漫画、小説、アニメで、まあ実写映画、まあドラマもやったかな、で舞台も多分あるし、ドラマ CD とかそういう、だからまあとにかくいろんなものがメディアミックスで展開されてる、まあ人気作品ではあるんですけれど、でまあそれのね実写映画に僕は出ていまして、2008年とか789ぐらいだと思うな、12、13年前だと思う、多分2008年9年ぐらいで、監督は及川亘という監督で、及川さん僕何本か一緒に、お仕事してるんですけど、有名な作品でいうともう富江ですね、もうものすごく叶え映画、菅野美穂さんがね出てたすごい映画なんですけど、まあ、それを監督した及川亘という監督作品で、やったんですよね。
ちなみに、2本やってます、続編もあって、うん、で、まあ、主役はね前田豪輝くんがやっていて、まあ、飛鳥凛ちゃんとか、あと小野エレナちゃんとかね、 AKB 当時のとか、杉本哲太さん、川原綾子さんとか出てましたね。で僕はその中にね、まあ、富武二郎という、うん、作品の中で非常に重要だったり、ちょっと可愛らしい役ではあるんですけど、カメラマンのね役なんですけど、うん、で2作目もね近いっていう、日暮らしのラコロニーっていうのがあって、うん、その時のね大杉蓮さんが、出てまして、大杉さんと共演できたすごい大切な思い出になっている、うん、作品だったりします。そうなので多分僕の印象も全然違うだろうな、今と当時とって比べると、うん、っていうのもあって僕だと分かんなかった、気づかなかったっていうこともあるんだろうし、 まだね当時そのそこまで原作もののいわゆるアニメとかゲームが原作を元にした実写版っていうものに対するその認知度とか盛り上がりとか、まあ、どちらかというとまだその反対意見もかなり多かった頃の作品なのでっていうこともあるのかもしれないけど、僕が出てるっていうのに、ね、って言われるんですよね、はい。まあ、もう一個は僕20世紀少年の実写の映画の最終章にも出ていて、まあ、そちらは、まあ、もちろんメインキャラクターとかではないけれど、ちゃんとそこそこセリフ喋ってたり結構出てるんですけどね、うん、それもね、谷口さん出てたんだって言われるやつなんですけど、うん、日暮らしの泣く頃にすごいいい思い出がいっぱいある、うん、まだまだ自分としてもなんか役者としてダメだなみたいな、けど頑張んないとなっていう時で、で及川亘っていう監督が、まあ、僕にとってはそのいわゆる映画の師匠みたいな監督で、あお前全然ダメだなって言って怒られながら一生懸命やってましたし、うん、まあ、当時その役に向かうというか作る方法みたいなものもやっぱ今と違って、今だったら富武こうやって演じるなとか、うん、反省点は多々あるんですけれど、その当時のまだ若い子の自分がね頑張ってる姿みたいな、まあ僕はとても恥ずかしくて見れないですけど、もし機会があるってまだ見てない方がいたら、なんかあこんな人いたんだな、こんなことやってたんだな谷口さんみたいな感じで見てくれると嬉しいなと思います。うん、なんか役者ってなんか不思議な職業で、まあ、もしかしたら僕だけ、いやいろいろ喋ったらみんなそういうところあるんで、そんな役者も多いとは思うんですけど、やっぱり最初自分の履歴書っていうかプロフィールに、まあ、ウィキペディアでもいいですよ、出演作品っていうのがさいっぱいバーって並んでんのに憧れるんですよ。もう一番最初はゼロなわけじゃないですか。だからそこに自分がやってきた経歴っていう、こういう役をやりました、こういう作品出ましたっていうのがいっぱいバーって並ぶのに憧れるんですけど、やっぱりだんだんその出演作品がいっぱい増えてくことだけが素晴らしいことじゃなくて、その作品にどれだけ魂を込められたのかとか、どれだけその素晴らしいメンバー、素晴らしい作品に出会えて、いい役に出会えて、それを届けられて楽しんでもらえたのかってことが重要になってきたりもするんですよ。まあ、とはいえもう自分がね、もうとにかく時間もそうですけど、あらゆる力を注ぎ込んで産んだ子供みたいな感覚、もしくは自分の片割れみたいな感覚なので役って、うん、できればねその過去の作品だったり自分の片割れに多くの人に出会ってもらえたらね、それはそれでまた嬉しいことだなと思いますので、うん、もしまあ今の僕を知って
過去をね見てみたいなと思う人は、まあ、舞台の作品だと DVD が出てないブルーレイが出てない作品も多いんですが、映画もねもしかしたら古いものだとビデオとかになっちゃうからもうね見れないあんまり見れないなみたいなのもあるかもしれないんですけど、なんか僕のルーツに出会ってもらってまた今の僕を見てもらえると嬉しいなと思っております。はい、これからもですねこうやって皆さんから届いたコメントだったり、まあ、YouTube に届くコメントだったり、いろんな意見だったり応援の言葉を拾い上げて、それに対してね、ラジオで話していけたらいいなと思っております。基本的にその SNS では、お返事しないというふうに決めてますので、ファンコミュニティのね独演会っていうのをやっていて、まあ、その中では、DM 機能も全部開放してるんで個人的に一人一人とやり取りをするとか質問に答えるというのはやっているんですが、もし気になったらね独演会の方も覗いてみてください。はい、てなわけで、これからはねラジオで答えていきますんでコメント欄とかにいろいろコメント残していただけると、力になりますし、今後話す題材にもなるので、よろしくお願いします。はい、だんだんね暑くなってくると思います。マスクをしながらね歩くとか生活するとは大変となると思いますけれど、みんなでとにかくウィズコロナができるようになるまで全員で耐え忍んで、その中でもさまざまな芸術だったり、に触れてね心を豊かにしながら乗り越えていきましょう。僕も今日頑張って生きていきたいと思います。はい、てなわけで谷口正史でした。また会いましょう。チャンネル登録の方よろしくお願いします。では。